ポルト・ド・ソンは、スペイン、ガリシア州、ア・コルーニャ県の自治体、コマルカデ・ノイアに属する。市の中心は、ノアル教区にある同盟の地区である。自治体内には、カストロ・デ・バローニャがある。2009年の人口は9867人で、2008年は9845人で、わずかに増加しているである。住民は、男女同で、 カスティーリャ語による表記は、プエルト・ベルサン。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.48%。ポルト・ド・ソンは、バルバンサ半島の北西部に位置し、北は、リア・デ・ムーロス・エ・ノーヤに面し、南は、ボイローと、アポブラド・カラミニャル。西は、ノーヤと、ローサーメ。西は、リベイラの各自治体と隣接している。バルバンサ半島は、 非常に起伏に富んでいて、ポルトドソンも例外ではない。山は、ほぼすべての自治体領域で、海岸近くまで迫っており、そのため住民は、狭い海岸地帯のほぼ全域に集中して、居住している。1900年以降の人口の変遷を比べてみると、1900年時点で9244人、2005年時点で9990人で、ポルトドソン。 の人口はあまり変化がないと言える。人口は20世紀半ばまでは微増していたが、その後残事微減傾向にある。これは出生率の低下とガリシアの多くの自治体に共通して見られる、他地域、州外、国外への移民によるものである。2001年時点でのポルト・ド・ソンの労働力人口は45.2%、失業率は9.1%となっている。 産業別に見ると、第三次産業従事者の割合が、最も大きく 42.、42.3%を占め、次いで、第二次産業、特に建設業で、33%、第一次産業従事者は24%で、その多くが、業業に従事している。2007年の自治体選挙の結果、自治体主張は、ガリシア社会党のフアンパストール・ロドリゲス・サンタマリア、 で、自治体表議員は、ガリシア国民党、6、ガリシア社会党、5、ガリシア民族主義ブロック、4、エクスプドーズ、1、AVS、1となっている。ポルトドソンは10の教区に分けられている。ありがとうございます。